大内恒平人を2人も梅ねえ親方もう少しマシなネタはないんですかい今どきこんな代物は売れませんや。なんとか、 気の利いた出足の速いものに変えてくださいよ。バカ野郎、贅沢を言うね。そこは、おめえの短歌の切り用一つだ。まあ、やってみろ。一本で二本受けゃ、こんなうめえ商売があるかよ。俺、持ってきな。こう言われて、観光は、押し付けられたボールペンのダース箱をしぶしぶ重ね始めた。 終戦直後の狂いケーキの時ならメーカー筋を恐喝してでも入荷させたものだが今となっちゃ黙っていても向こうから持ち込んでくるそれに暴力沙汰が滅っやかましくなって何かの件で差しを通されたやつが保釈御礼をかけまたそれを警察に告げられてパクられる時代となっちゃ業者も安心がゆくんだろうここ 長関東本田組分家星野組の事務所は「何しろ税金がたまって弱ります」「売ってください」「お題は後のお任せで」といった素人の売り込み客で賑わい続けだったそうしたろくでもない品物のうちからせめてもめぼしいものを選び出し「やれ高い」「見本をよこせ」と散々恩に来て預かり状に判をし 今度は無理強いに若い者に単価売りさせる。結局一番バカを見るのが観光たちで、星の親分は懐手に遊んでいた。さあさあ、まったくの本日限りだどうですこの新眼特許二色ボールペンの高性能は 来月から全国の有名百貨店で大々的に宣伝大特売をする新生日本返し導入のホープですぜさあさあずーっと寄りなさいほらこの滑らかなラッピングこれにかまれてるこのボールこそ東洋ペアリングが世界に誇るゼロコンマ2ミリの極小玉水の中手のひらしわだらけの髪の上にもスルスルとかける 一度詰めれば長さにして1000メートル、原稿用紙で400枚。はがきなら実に1000枚。万年筆みたいにいちいちインクを加える手間がいらない。しかも頭には赤のボールペンが用意してありますから、2色相なって、事務用、学校用には絶対絶好の一品。まずブルーでしたためて、間違いを訂正したり、メモを書き込んだりするときはこっちの赤い方で。 さあさあ、手に取ってご研究ください。便利、重宝、この上ない。触ったからには買え謎とは申しません。特に街頭宣伝のために大阪本社より派遣されてのご挨拶です。さあ旦那、いかがでしょうかんちゃん必死の単価も買いなく、皮肉にも買え謎とは申しませんばかりが聞いて点ではけない。 がっかりして露天台の上に投げ出ししばし疲れた瞳を人混みに向けているうちにたちまち憂鬱な気持ちにとらわれてゆく観光だった今夜は晴れて風もないためかじいちょう大通りは散歩客でにぎわっていた露天なんぞは見向きもしないアベック姿がちらほらして妙に彼の心を刺激してならぬ「ねえかんちゃん」 何をんえてるんだよ。ぼーっとしてるととられるから用心しなお前さんあたしきのう一枚やられたらしいんだぜいえにかえったらどうしてもたりないんだくやしくってさとなりでセーターをうっているばあさんがこう声をかけてかたをすぼめてからそうそう。 お前さんとやくそくしてたがらのいいのがはいったよこれなんだけどねどうだいみてごらんいろはいいと思うけどと言いいくわえながらこしかけにしていたりんごばこからしんぶんしにくるんだ派手な赤字のセーターをひっぱりだすせんじつからくちうるさくたのんでいたものだったそそれは すまなかったな。えー、っと、訳があったね。今少し恥ずかってくんねえが。なんだってそれや。馬鹿に急いでたのにさ。さては、俺たすけちゃんに振られたね。どうだい。ズボシだろう。喧嘩でもしたんだろう。 観光は返事をしなかった。無理もない彼にはかねがね目をつけていた娘があった歌の文句じゃねえが G 駅裏口前のタバコ屋の看板娘年は178おちゃっとした妙に生めかしいなからしてかわいいミ坊という娘だったうぶい女を知らねえことも手伝って 寝ても覚めてももめ彼女のことばかり。そこで「タバコだマッチだやれガソリンだ」と通い詰めついには映画館にも連れ出して手ぐらい握れる仲となっていたそれが4日ほど前からどこかに姿をくらましたまんま現れない店で訪ねてみると住み込みで雇っていたのだが突然暇を取ったまま寄りつかぬという「未ーは」 お客さん方の人気がよろしかったから。大型。と、に合わらいされて、二の苦が告げないかんちゃんだった。ばあさん、俺はもうしまうぜ。点ではけえしねえ。もうやめとづら。そうかい。妙に元気がないねえ。風呂でも浴びて、早寝にした方がいいねえ。 いや風呂はいけねえどうも風邪ひきらしいんだズキズキしやがれ。ただでさえ憂鬱なところへ確かに微熱もある口にしたタバコもさっぱり味がない台を畳たたんでいつもの習いで角の中華料理に預けそこの冷え始めた通りを歩いて行くともう我慢がならないほどおかんを覚えだした 組の事務所にも立ち寄らず裏に回って寮のすすけた階段を上って部屋に入るとありったけの布団を引きずり出し崩れるように転がっていったたちまち頭痛がこみ上げて火がついたように頬がほてる幾度か寝返りを打ってうなされているうちにどれほど経ったのだろうかいつしかガヤガヤ騒がしい人声が短く立ち始めていた 隣の部屋の明かりが廊下越しに観光の部屋の障子を照らしところどころが折れた山を闇に浮かべてこうこうとともっているどうやら賭博が始まったらしいふと静まり返るごとに蔡の転がる気配がしたごちそうさんなこって じゃあまたちょうだどうも今日はつかねえもう6,000両のすりじゃねえかなあ親方だいぶん近頃つき続きですな何かいいことでもあったんですかいはっはっすまねえななあに別にどうってわけじゃねえがねえ星の親分のえげつない声がしてまたつぼになった 聞き覚えのあるじいの商店街の主人公たちが思い思いに張り始めるまともに鉄火場を開くと本家の本田隠居に寺船の大半を国取りに送らねばならないしそれに半ば視察が寺に派遣されてくる牛助の子分たちの接待も面倒なのでこそこそこの組の寮でやっているのだ民主的にとあって 変わるがわる新顔の客にもつぼさるを振らせる趣向の気軽さから疲れ止めのヒロポンや食べ物の売り上げも手伝ってなかなかのバゼになるのだったそうそうそういえば親方この前はお楽しみだったそうですね何だってはは <laughs> とぼけちゃいけませんぜちゃんと情報が入ってるんですから 案外隅に置けませんね今度は遊郭近くのキャバレーカルメンのマスターの声だおいそれっ一体んだいまあ白状しなさいどうでしたい使い味はホテルで生娘をへぐのはまんざらなもんでもないでしょうがなヘっ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 。 決体なエロ笑いを立てやがるおっ知ってるのか当たりきしゃりきでさ町内でご存じねえのは主だけってねえらく手間だったそうで親分は無我夢中でしょうが女中たちは表に聞こえねえかと思ってハラハラしたそうですぜ 一つ体験談でもやって、うらやましがらせてくださいな。そうか。何も隠すわけじゃねえや。そうとなりゃ、聞かせてやる。まいっぱいついねえ。よ待ってやした。こんな馬鹿げた話になって、ひとまずは中休みとなり、酒の回った笑い声が立ち始めた。 俺も随分と遊んだ方だが、症状に当たったのはあれが初めてだね。あれや、駅裏のタバコ屋の助だ。ミーボーとか言ってな。観光なんぞが熱を上げてやがった評判の野郎さ。面もいいが、体もいい。ちょっと忘れられねえな。安い福祉のことで話があると助さん言ってさ。 へっちそうさんなこってうるささに布団をかぶっていた観光は事の意外さにぎょっとして面を上げたこっちが夕方から明かりを消しているんでよもや寝込んでいるとはご存じないのだろう焼かせてみても面白くねえから若え者たちには黙っててくれともあれいい慰みだったがな 半分めくれたまんま部屋中を逃げ回られたときには、まさか舌でも神やしねえかと思って往生したぜ。で、そのあどうなりやしたなんでいい年をして気分を起こすんじゃねえ。そう忘るな。それはそうと、あの日からさっぱり姿をくらごしやがった。でもな、 あ,あしておきゃどうせ客を引き出すに違いねえ。そうなって舞い戻ってきやがったら真下に立てて面倒を見てやるつもりだ。今時なんで女一人で贅沢ができるがよ。いわば世あたりのすべと度胸をつけてやったようなもんだ。いつか感謝する時があるだろうぜ。とんだ恩の着せ方もあったもの。 まますます得意になってこまごまと当夜の実況を述べ始めるその言い添え放題の暴行ぶりの一言一句が廊下三尺を越えて針のように観光をついた「うーん」思わず闇に声を凝らすその額がもちろん風の熱ばかりでない油汗にみるみるべっとりと濡れてゆく。 ど理りでミーボーが失踪したはずだましてそんな理由からたわっては観光に挨拶のねえのは当たり前だ「畜生ただじゃおかねえぞ」と今にも踊り込んでぶっ殺してやりてえ流行る心を必死にこらえて身を震わすからだっためったに手を下せば人に止められる まして星の親分はなかなかにケンカ強いやつだうっかり踏み込んで恥をかかされおまけに逆に半殺しの焼きを入れられても物笑いの種だよろっとよろめきたってガミていに障子に吸いついた観光の瞳は殺意に燃えていつまでも勇気のように怪しく動かなかった 殺す計画明け方になり目立たぬように一人一人こそこそ表に出てやっと徹夜の賭博がお開きになった頃には興奮と睡眠不足から彼のまぶたには腫れがきて全身カッカとほてり完全な風邪引きになってしまっていた念のためにそっと障子を開いて向かいの部屋を覗いてみる 一っ子一人いない畳の上に食い散らしたそばのどんぶりや湿って腹の割れたタバコの吸い殻を浮かべたビールのコップなどが寒々と散らばっていた元通りに閉めて餌にありつくために階段を下ってみるといまだ朝日が道まで下がっていないこれでは店も開いていめえがっかりして戻りかけた時背後のガラス戸をゴロゴロと開けて

どこかで止まってきたとでも思っているらしい幸い服は着たっきりで横になったままだからまったく今戻ったばかりのようだ昨夜は不在となり従ってミーボーの一件を聞いていたことにはなりそうにないどうも熱があって気持ちが悪いんだかゆでも作っておくれよまた寄せをおごってやるからああそうかい ゆっくり養生してな。さては夜のお勤めが激しすぎたなさぞやモテたろうねやれ助かったわいと改めて布団にくるまってみたもののどうしても寝つかれない無理に目をつむってみりゃ浮かんでくるのはミーボーの面影ばかりそれも哀れなストリップ姿になって震えおのの,のいている 可憐なただったそれがやがては奇妙な欲情をそそり立てて肉欲豊かに拡大されて迫ってきたりする「チクシャー覚えてやれ」ものにしきれなかったことへの焦燥もあってこの怒りは募り高ぶるばかり何とかして恨みを晴らさねば男が廃るたちまち天井を見据えたまんま あれこれとやつをばらす計画を立て始める物騒な心境に浸り出すのだったまず殺すとなりゃ人けのねえところでなくちゃならぬこの辺りではまずマーケット裏のガードの辺りそれも野分でなくてはなるめえこう考えているうちに「閉めた」と来航にも似た思いが 彼の疲れた脳髄のうちを突っ走り去ったそうだ野郎は毎晩銭湯に行き上がるそれもあのガード寄りの焼けっらを通り抜けて近道していくのではなかったかさらにおあつらえ向きなことには時間ギリギリに入るのが常だ近所の夕刻からショートの客を取った後のパンコーナーぞが主な客だから遅くまで営業している あの原っぱでしかも着流しのやつを刺すともなればまず失敗はありそうにないと感じられるもしもの用意に変装してやにわについてやればうの根も出ないで伸びるはずだよしまず黒メガネに手ぬぐいもみあげから口にかけては浅草の辺りのかつら屋で売ってるつけひげとしゃれればいい次に ドスは肉切り包丁これは生な骨ぐれずぶり突き切って刃こぼれ一つ立たない代物いざ中途で不審尋問に引っかかっても組のマーケットの品そば屋の手伝いで柄でも刻もうと思って買ったもんですと言い訳はつく狂気以上の効果があってしかも不法所持にならない格好のものだ こんなふうにに思いいしているうちになぜか楽しみみたいなやらねば損みたいな得体の知れぬ感情にとらわれ出すのだったかくて数日厳禁なもんでたちまち解放に向かい始めた体をまだ都合が悪いと言い訳して休みを取りあれこれの準備を整えていった本当に医者にも通って 粉薬なんぞをもらっては溝に投げ捨ててある日その帰りに明宅で浅草に飛んで品物をそろえた「丸部無毛症にはぜひ当店の金製品を」なんて書いたけったいな広告をぶら下げたバスへの店に入って「おお会社の仮装行列に使うんだできるだけもじゃもじゃしたのをくんな」と言って髭も買った。 それに、用ののサージの古着、足音を忍ばせるための直た旅、一応揃えて風呂敷包みにして押し入れ深くしまい込んだあとは実行に移るばかり屋根からキリの木に飛びついて塀を越え再びよじ戻る訓練も一度夜中に試みておいたキリの木は肌がすべっこいからほこりが立って服を汚す恐れもないことさえ分かった 観光には障害やしがねえ喧嘩の前があるだから刑務所の雑居房でいろいろと囚人仲間に教わったこともあってなかなかに凝って細工を施すことができた物取りが騒がれて謝めたと思わせるためにはもとより怨恨沙汰があったように思われてはならぬたまには組の事務所にも顔を出して「こんにちは」 どうも病気で迷惑をかけてすまないね勘弁しろよ親分にもよくわびといてくれななどと助性のないことの一つも言っておいたりする用意周到なかんちゃんではあった無限から無限へとかくて欠航の日が到来した 何も今日やらねばならぬと決まったわけではないがそれには理由があったこの日は月2日の銭湯の高級日の翌日従って入浴する可能性が誠に多いからだったしかもあらかじめ日を決めておかないとつい踏切がつかずにズルズルべったりの延期となり書士を貫徹する決意が鈍りそうな不安もあったからだった 昨夜は慎重にも予行練習をいま一回おかげでガード下にのっ腹から降りてくるカーブした小道にマンホールがあって大通りの方に流れる溝川が地下を走っていることも知れた耳をつけてみりゃまるで渓流みたいな音を立てて激しく汚水が流れているつけひげと担当はそこに油紙に包んで投げ込むことにした あの速さと水量ならたちまち大通り下の本館に押し流されて処理がつくそれ以外には最重点の証拠物件を犯行直後に始末する方法は考えられぬ服装は簡単にはゆかぬから近所の明神様の本殿の縁の下に隠し込んでおき帰り道に立ち寄って素早く着替える計画を立てた霧の木を這い降りての 本格的な猛訓練の結果はすこぶる良好元来薄気味の悪い腹っぱで特に風呂屋も休みとあっては誰一人通行するものもなかった23日前から帰するところのある彼は「おいじいさん熱は下がったけれど今度は腹の都合が悪い」「まさかえきりじゃあるめえな」 すまねえがかゆはおもゆにしてうめぼしでもつけてくんな冗談じゃないよこのさむいのにえきりだなんてそれにねつはないんだろうそれではきっとねびえさ体がよわったるとばんじよくないねゆっくり養生をおいしいてなふうに 誠に汚い話で恐れ入るが下痢気味だ下痢気味だと強調しておいたこれは誠に凝った魂胆からのことでいよいよ今日ともなるや夕方になるとがぜん薬屋で買っておいた下剤を番茶の湯飲みを片手に豆でもかじるみてにガリガリと飲み下ろしておいたかくて数時間とうに階段の下でじいが情を下ろす音がして 空を赤く焦がしていたネオンが次第に薄れゆく頃観光は用意の油紙の包みを小脇に抱え明かりを消した暗黒の二階の小窓を引いてヤモリみてえに辛抱強くじっと事務所の方へ視線を注ぎ続けていた真、まあ、新しい直旅をしたまんまだ畜生今日は行かねえのかな たびかの人違いにようやくいらち始めたとき正しくやつのどてら姿が嫁にも鮮やかに手ぬぐいまで手にして表へ出てきたさっと身を翻して半分開け放ちの雨戸から霧の横枝へスルスルと猿みたいに飛び移って塀を越える前方に見え隠れするのを追って半丁ばかりだんだん速度を落として のっぱらた帰り道を襲撃する覚悟夜露に濡れた枯れ草に身をかがめて包みを解きのりのたっぷり効かせてある付けひげを顔に貼った次に眼鏡もう着ているシャツの下にはかがみ込んだ時危うく喉を突きかけたグレーに大きな肉切り包丁が忍ばせてある。 もはや準備は完全に OK だ観光はやきばかりでもない肌寒さにブルっと身を震わせ空を仰いだ一面に氷のように冷たい星が瞬いているどこからか生き残りの虫が点で頼りない哀れな音をかすらせてくる「おおみーちゃんおめえはいったいどこにいるんだ?」 達者に暮らしていいるかい今おめえの仇はこの俺が返してやるぞそうすれば俺は組の大幹部少しは贅沢もさせてやらなどうか帰ってきておくれいつも街中の人害を浴びて生活しているためかたったちょっと外れただけの腹っぱとは言いながらこんな時なのに 不思議にセンチな感情にとらわれだしたやがて人声がギョッとして向かいの闇に視線を凝らすと風呂返りの野郎の姿がすっかりいい機嫌になって大声で独り言をつぶやきながら斜めに渡ってくるここ水郷大人に播州の風が訪れる頃いたこの足中に咲いたかれん一輪の花 人と人との醜い争いや命も焦がるる恋のローマンスを乗せて、トネの水は無限から無限へと流れて去ってゆきます。胸も溢れる,る、胸も溢れる,る我が恋は、愛しい命のセレナーデ。カツベンと流行歌をごっちゃ混ぜにしたような、 なんだか聞いたような文句だ。へっ、何をほざいてやがる。よし、無限から無限へと殺してやるぞ。と、可憐一輪の華なる言葉にカッと逆上した観光は、すっくと立ち上がって、狂気の柄を握りしめた。お,おて、てめえは誰だ やい命が惜しければ金をよこせ何をく、しょう。たちまち手ぬぐいを投げて踊りかかってくる。その刹那。後ろ手にしていた包丁がきらりひらめいて、ぐさっと下っ腹に突入した。もろに飛びつく力も加わってのことだ。骨に当たった手応えさえして、 うーっとうめいて身をよじりどーッと地に倒れてゆくあああ早くか金を出せひどい泥棒もあったものこうさすがに震えを帯びて叫びながら野獣のごとく食い下がって馬乗りの姿勢でまたひとつき。 末期の力を振り絞って横に払ってきた相手の腕はもうぐったりと力がなかった返り血に柄が染まってぬるりと滑りを見せ出すとも言えぬ相手の痙攣にたちまち激しい恐怖を覚えて逃げ始めた「もう,もう待て!」。 まだ声はししっかりしているどうどこを走ったやらともあれ確実に証拠品だけは処理して霧の木をよじ登り寮に戻って布団をかぶってしまったいつまでも動きが止まらない「やった俺はやった!未亡」「みいぼう敵は撃ったぞ!と」と 必死で心に絶叫していたとき、がぜん騒がしくなって戸を開けると。が、かんちゃん、た、大変だ、お、親分が。と、じいの気の狂ったような怒鳴り声。一瞬ぎょっとしてためらってから。ど、どうしたと答えて、 と階段を一気に駆け下りた。慎重に構えての寝巻き姿のままだおっほら見れば血みどろの野郎が組の蒼白なチンピラたちに解放されて白目を向いて空気を嗅いでいると誰がやったんだへえわからねえんで、ね。 風呂帰りに手洗い口頭にあったとかで、い今、はって帰ってきたところで。馬鹿野郎早く追いかけろいてめえはさツに知らせろ俺は医者に連れて行くか観光は、せめても安堵してげ撃し、みんなを走らせてから肩に担ぎ上げた。もう虫の息でマグロみてえにゴロッとしているだけ。 指先はそろそろ冷たくなりだしている大通りまでは重さを抱えて急いでは見たが病院の赤い明かりが見え始めるともうバカバカしくなってわざとノロノロと足を緩めた親分こそ飛んだ災難刺された上に医者に運ぶのさえぶられてもはや彼の魂は 無限から無限へと消え去ってしまっていた花持ちならねえ話万事がうまく運んでめちゃくちゃにぶった切られた親分の死骸はベッドを汚すのをはばかってかろくな診察もしねえで救急車任せとなりサイレンが夜半の大通りを突っ走ってきた頃には もう町医者の廊下で冷え切っていたシカツらしい顔で短歌のお先棒を手伝ったままカンちゃんは付き添い人となって車に乗り込み「だ旦那なんとか親分をよみがえらせてくだせお男一生のお願いでござんす」などと拝んでみたりチャルメラを鳴らして街路の中央を流してゆく品薗屋に向かって 馬鹿なぜ避けねえと通過しざまに窓から怒鳴りつけたりしてもっぱら関係者の心証を良くするのにこれ務めた犯行現場を目撃した者がさらにないので夜明けには死体観察医務員の作業者に乗せられて送られ死因確認のために解剖に付されることになった一段落ついて組の事務所に帰ると シンピラやじいさんは全部参考人として呼ばれじいしょに出頭して不在噂に驚いてはせつけた本田組本家の幹部たちが一斉に観光へ声をかけてきたおいすげえことになったなどうだったんだへえまったく無念なことでござんすご心配をかけていすみません つい寝とりましたんでまだよくは知らねえんですがまずはわざわざのお見舞いありがとうございますこうまるでご当初の親分格みたいな挨拶を述べてどさくさを幸い若い者を顎で使っておごりにおごった接待を始めたもちろん場所代の上がりをたたききってのこと観光が最古さんなだけに なすがままに振る舞う彼に不満を見せるものはなかった俺はえらいごちそうだ遠慮なく返わしてもらうぜで、ね、うちの親父も言うとったが後目ははっきりしねえごった露天商達の世話はしっかりやってくれよへえ不詳ではござんすが万事縄張り内のことは務めさせていただきます それからな、知ってるがいやつにはぐれた弟があってそろそろ刑務所から出る頃だそうだ以前に頼まれてうちの親父が行儀作法を仕込んだ義理もあるから帰ったら幹部に立てて面倒を見てやるように伝えろとのことだったぜへえそれは存じませんでした承知しました義理と申せば手前にも義理があります 弟さんとあれば十分お世話しやしょう。では、ごゆるりと。本田のご隠居にもよろしくお伝えくださいまし。手前は今から警察の方へ行って参りますから。と立ち上がって、ほんのり酔って、辞書に自発的に出頭することと決めた。何としても気がかりである。途中で辺りを見回したから、 ひょいと明神様の床の下に手を突っ込み昨夜帰りに着替えた帰り地に染まったはずの例の古着の包みを探り出した百貨店の包装紙でくるみ直して G 駅の荷物駅の方に人けのまばらな横丁を抜けて引っ込み線に入っていた貨物車の隅にねじ込んだ車両の行く先はチョークで腹に殴り書きしてある 念のために出荷表も確かめたが青森とか広前とか東北向けのものばかりこれで完全に処分もついたあんまりうろつくのもまずいと思いそれからさっき事務所で断ってきた通り辞意書に足を向けた「おお、観光か昨夜は大変だったな」聞いてみるとすぐ連絡をつけさせたり医者で手当てをさせたりよくやってくれたな。 へえ、おそいります。手前もじいちょう防犯協会員でさ。日頃なんかあったらと協力の方法は心得ておりやすんで。わかったわかった。まったく今日は褒めておくよ。まあ今後は酒なんぞ飲んで留置されたりしなさんなよ。へへへ、笑わせねえでください。で、 もう星の見当はつきましたかね何すぐ上がるさ組まで血みどろになって帰ってきて組のやつを呼んでくれと十分に言葉を伝えたそうだから参考人に聞いて大体の人相は分かってる物取りが恐喝を入れて下手に反抗したんで刺されたんだなそうですかいで現場はもう探りましたんですけ もちろんだ。ガードの上の焼けっぱさ。風呂帰りに疲れたんだ。すごく血が垂れてた。鴨の来るのを待ち伏せしとったんだろう。防犯協会のかんちゃん、物騒なこったからよろしく頼んだぜ。ええええ、心得した。何としてもひどい傷でしたね。おかげで寝まきが血だらけでさ。 洗っても気味が悪いし、よかったら旦那にあげましょうか。よせやい。それほどしけてもいないぞ。それは冗談ですが、親分には弟があるそうですね。ご承知ですけああ、知らんのか。えらくどう猛なやつだ。なかなかいいところもあるんだが、個裁が効くんで、カゴ抜けのドエライのをやって、 捕まえに行った警察の者に乱暴して重傷を負わせたんだ今府中にパクられてるんだがそろそろ出る頃だそうだそうですかまあ帰りましたら足が責任を持って監督いたしますご安心くださいうん特に防犯の意を用いてな顔知りの主任とこんな都合に話し合って すっかり安堵の胸を撫で下ろしたこれ以上は口にもしないが捜査本部の連中によってあの原っぱにわざとしておいた真、まあ、新しい代弁が発見されているに決まっている汚い話で申し訳ないが朝から我慢して用意したもの強盗前科のあるやつには気を鎮めるためにクソをしてから仕事に取りかかるやつが多い。 気を沈める縁起からだ。これを利用してゲり気味だゲり気味だと34日前から G に喧伝しておいて硬いのを押しておいてから下剤を聞かせておいたのだった果たせるかな今朝あたりから薬っをあってこうして話しているうちにもゴロゴロと腹が鳴ってしようがねえ旦那ちょっと便所をお借りしますぜ、ね。 何だい食べ過ぎかい,いえこのところ風続きでしたね腹も痛めていてそれどころではねえですよそうだったなずっと寝たきりだったってまあ、体は大切にしなカンコンは座を外してかがんだままペロリと舌を出した 楽につかせていただきやす捜査本部の期待に反して必死の努力にもかかわらず用として容疑者の目星はつかなかった当たり前の話だこれで犯人が上がったらどえらい人権蹂躙というものだ土地勘のあるやつに違いなかろうとあってこんな男の見覚えはないかと 近所の盛り場遊郭の連中に手口カードなどから見ての被疑者の出没について通用のモンタージュが回されたりしたこれがいずれも組のチンピラに告げた瀕死の言葉を基礎にしたものだからなりが大柄で見るからにひげの濃さそうなやつばかり眼鏡の有無は不揃いながら大方はボーによもぎみてえな頭髪をした 凶悪な面構えの野郎ばかりだった顔を隠すために背景に離れた市骸の分かりを受けて立ちはだかったこととそれに恐怖心も手伝ってでっけえ相手に思えたのだろうこうした噂は早いものまして界隈のことであり組の関係した話だから地元署の捜査の進行ぶりは手に取るようにわかるその上にご丁寧にも おい、弱ったよどうにもはっきりしないなんぞ変わった聞き込みはないかい」などと組の事務所に立ち寄る刑事さえあったこうしてむなしく数日がたち激しい雨降りの日が続き出した少しやめばピカピカと稲妻が走り前にも増して豪雨となるといった天気だったカンさんよく降りやすねえ お涙雨ってやつだ殺しの星が上がるまではやみそうもねえぞ。なんて妙に丁寧に呼ばれ出した観光はいささか得意になってとぼけていた。こう雨量が多くては余震場流れぬままであったとしてももはやあのカツラやメガネや包丁などを包んだ油紙は強烈な汚水の力で本館に押しやられて 遠い品川の海の方にでも動きつつあるにちげえねえ鈍天を仰いではほくそえむれだったそれに面白いことに次の顔役候補とあって「へえ今後ともよろしく願いますつまらぬものでございますが王様のほど」なあかんさんみんなうずうずしてるから。 そのうちにカバも始めてもめくださいよ。あれ以来退屈でしょうがないんでね。といった挨拶方々の客が連日の雨の中続々と押しかけては織り上げていったそろそろ腹具合も治ってよい頃飲めや歌への毎日ではあるが話が落ちて祭壇ともなればみーぼうへの連覇は募りゆくばかりなんとか探し出そうといらだってならない だが今少し落ち着いてからが賢明とあって尋ね歩きにまでは手を尽くさなかったこうしたある日の夕方のこと塔に寮を払って荷物を移した事務所の2階に魂消えた顔つきの若い者が飛び上がってご中心に及んできたか、カンガニキで出てください 妙な野郎が門口に立ち上がって仁義を切り出しやがったんでさ。つぶぬれの凄みのある男で。まぬけめ。で、どうしたへえ、あしはどうもうまく受けられねえんで、そのまんま待たせてありやす。情けない奴だな。じゃあ、寮に行って飯を食ってるはずだから進行に頼め。 まだまだ俺の出る幕じゃないぞ。寮に連れてって何か食わしておきな。しばらくして芯が出て、何とか受ける格好がついて。ご多忙中のお名指し、失礼さんでござんすが、ご当初お縄張りの勘親分さんは、ご当家でござんすか。お言葉通り当家でござんす。お入りを。 お許しに従いましてごめんをこむります左足からスイと進み風呂敷包みを手に置き急ぎ旅ではないことを示してくる前にかがんで膝頭に親指を折った両手をついて姿勢決まってのいよいよの審議お引けいなしておぐんなさんしお引けいなしておぐんなさい 当家の若い者にござんす。お客さんおつきなさいましさあ楽におつきなさいまし仰せに従いまして楽に着かせていただきますここで三つ指をついていた左手に右手を重ねお控えなさってを程よく言いかわしてからてめえ控える身分ではござんせんが。 たびたびのお言葉に従いまして、逆意と心得ますが控えておりやす。間違いましたら、ごめんなさっておくんなさいまし。と、見事に受けた進行に向かい、早速、お控えをこむりましてありがとうござんす。陰ながら、やぶんさん、ごめんなさっておくんなさんし。ならびに、ご一家、ご一頭さんも、 ごめんなすっておくんなさいまし向かいまするあんたさんにもかように土足ばきつけ裾取りましての仁義は失礼にござんすご本家は恩田の親分さんのお言葉あってお世話のほどお願いいたしたくご都合のほどもわきまえましてまずは旅人の仁義述べさせていただきやすご用ござりませねば これにておいともつかますリす。ス。一気にこう述べて。ではご一緒に。てなことになって双方ともに手を挙げるや、おもむろに手を入れて懐中より見上げの手ぬぐいを取り出してくる。戦後のヨタコたちにはこんな機会は絶えてないもの。よほどの仲裁の席ででもなければ聞いたこともねえ。 信仰、進行よくやってくれた。それにしても、本田からとは妙な客。さては。と、観光が考えた通り、隠居が行儀作法を教えたという、やったあの野郎の弟だった。わざと一晩経ってから。まあまあ、固くなるな。おめえの兄貴さんにはえらく世話になった俺だ。 とんだだことになって残念だなあまあ今後とも頼むぜありがとうございますてめえはマサ次郎いつもはマサで通っておりますしがねえ男どうかよろしくお願いいたしやすと初の顔を合わせた色の浅黒いでっぷり太った眉間に意味ありげな傷跡のついたすごみのある面だ こっちにひめ事があるせいか真っ向から鋭い目を向けられるとぶるっと身のすくん思いがする男前といえば苦みの走ったなかなかなものにたりと笑うとエクボさえ浮かぶただなくも邪魔な存在な上にホンダの口利きとあっては無限にも扱えぬこりゃ弱ったもんだとあって観光はもうなんだか煙ったくって憂鬱で たちまち、ま元気のうせ果てた思いになってしまったすごいうなされよう観光の願いに反してまさの人気はすばらしいものと化していった近所あたりのチンピラを相手に朝っぱらからパチンコ屋に入り浸ったり気前よく事情によっては場所代を引いてやったり それに学問って事務所の帳面付けなんぞは彼なくしては整理がつかないくらい男っぷりも一段と見栄えがするから何かにつけて観光はかすみがちだったまさに若い者たちの辛抱を一身に集めた形どうも面白くねえ加えて町のパンコーたちの憧れようは低ものでちょっと外へ出ようものなら あら、見てごらんな。お前さんの惚れてるまさ兄さんがお出ましだよ。あんなびくいギャバかなんか来ちゃってさ。どうよ。あんたみたいな男好きなんざ、姿を拝んでるだけでご覧がみになっちまうだろ。う。は、よしとくれよ。自分のこっちゃないか。あたえはちゃんとゆきちゃんから聞いたよ。嫌な客を取ったときには、 目をつむってマサ兄さんの顔を思い浮かべてりゃ、しつこくされればされるほど気分が出てくるなんて言ったってね。隠してもダメだよ。おゆきのやつ、そんなことを吐かしたかい。ふっ、あの子はとっぽいやろうだね。なんだいポケットにあの人の写真なんぞ入れてるくせに。テてな調子で、マサの精細に座りてえと夢見ている女ばっかり。 その割には女の方には至って欲がないのか泊まって帰らなかった日などはさらになかったもっぱら趣味といえば寮に戻ってじいを相手に将棋を指しながら一杯飲むぐれえなものそれもほんの少しを特急手かなんかしかやらねえ妙にお高いところがあったどうも肌に合わない残念ながら観光は 万事敗北感にも似た感情を強いられ続けだったこうした日々が続くうちにどうしても表に現れてしまうのかとはなしに気まずくぎこちない空気が流れがちで2人はあまり口も聞かないようになった気のせいか観光には相手の瞳のうちに何でも承知し尽くしているような気配さえ覚え出した まさかそんなことはと思いながらもこの不安はわだかまり高ぶるばかりだったこうしたある日のこと一晩中おいちょう株をやって昼過ぎまで床に潜っていた彼は「ねえ親分どうかしやしたかだいぶん苦しそうじゃねえですかい」と呼びかけてくるマサの声にはっとして目を覚ました おお、何か言おうかえええ別にね。ちょっとネタの話があって上がってきたんですが、寝取られやすからまた後でとも思ったんですが、何しろすごいうなされようなんで心配になりましてね。何うなされたとええ。まるで疲れたみてえに。 なんだかんだと埋めいてやしたぜ相手が相手なだけに観光はぷるっと身震いしたたちまち目がさえわたって旋律が走りもう冷や汗がにじみ始めるまっバげたことでも言ったげえ寝言なんてものは心にもねえことをはかしがちなもんだぜそうですかねえ でも、全然身に覚えのないことを言うこともないと思いますがね。やっぱり、日頃気に病んでることかなんかが。俺は一体何を言ったんだまあ、待ってください。これは妙なことになりましたな。決して気にしないでおくんなさい。 何をおっしゃっていたかはよく存じません。ただ、あんまり寝苦しそうなんで、つい。そりゃあ、本当だろうな。これはわった。嘘なんざ言いません。誰も知りませんよ。でも、お体がお悪いんではござんせんか ひどく青いお顔ですぜこう言って降りてゆくマサの後ろ姿をカンちゃんのちばしった目が消え去ってもなお追い続けていた「野郎感づいちゃいねえか」という確かめようのない疑惑がみるみるうちに怒とうのごとき焦装を招いて狂わんばかりの苦悩となって彼をさいなむのだった。 観光は酒をやり始めた連日連夜夕方ともなれば軒並みに屋台を荒らし歩き冷めれば朝から迎え酒をやって傍から見れば羨ましいみてえだがご本人にとっては憂さ晴らしのための無理な酒ではあるたちまち体の調子が悪くなってそれにただ飲み続きだから陰に回って恨み事を言う者も,も多く 風評の良くないことをおびただしいそれに悪酔いのあげくになんだかんだとケチをつけたがるのでマサとカントの中がどうもうまくないらしいという評判さえ立ち始めたもっともそれは人気の良いマサに対しての臨食なやっかみからだろうと思われていたこうしたある朝のことだ親分 近頃はだいぶんお酒が進みますねそのわりに女の方はあまりお好きでもないじゃないですかまたしてもゆでだこみたいになって迎え酒をやっている観光にポマードをこてこてなすりつけた頭に櫛を使いながら突然まさが意味ありげな話をかけてきた何女冗談言っちゃいけねえほら 女の好きな太刀でねえんだ。そうでもないでしょう。案外、どこかでこそこそやっているんではないですかい昨日、じいさんに聞きましたぜ。な、まあ、何をだははっはっは。<laughs> 親分のことを、あれでなかなか粋なところがある。洋服なんぞ隠しといて、 着替えては遊んでたらしいって話でしたよ。あっ何の話だそりゃまあよしましょうや。さっぱり白状なさいな。いつだったかあのじいさんが信人している明神様の霊界に行って本堂で拝んでいると夕闇に紛れて親分がキョロキョロしながら境内に入ってきて。 床の下に手を入れている変に思って明朝掃除に行った時探ってみたら洋服の入った風呂敷包みがあったといいますぜ狼楽の邪魔もよくないから黙っていたが案外細かく気を配る人だと感心してたようですぜしかもその時は風邪引きの最中 組をお休みになって残ったからお遠慮もあったんだろうが旺盛なお方だとも申してうらやんでおりやしたよこう言ってそのまま商品の入った箱を棚から下ろしてさっさと階段を鳴らしていった近頃はめに露店をつけて単価売りをやったりしてもいるのだあとには 勇気のように蒼白になった観光が焼酎のコップを握りしめたまま空を凝視して唇を震わせていた悲しき再会またも汚い話に戻って恐れいるが観光は生理的排泄を催すごとに それからくる連想のためにマサへの恐怖をよみがえらせた今日も事務所のトイレに行ってじっと考えていら立つからだったチクチクとさしてくるようなマサの言葉の数々どう思ってもあれはただじゃねえ兄を殺したやつはこの俺とにらんでの嫌がらせに違いないただいまひとつ証拠も確信も持てないので 「ああしておとなしく出ててくやがるんだ。あるいは十分に自信がありながらチクチクいびり立てて事のつまりには復讐し返す覚悟かもしれぬ」ともわれ油断ならねえこったと考えているとまるで大ずるかのようにマサの声が聞こえ始めたはっとして立ち上がって小窓からのぞくと裏の寮の縁側でじいとしゃべりだしたところだった。 今日はいくつできたい。くつたしんさんが公園の方につけてみるとも言ってたからじゃんじゃんつくっときなよ。どうも目のせいで夜はダメだね。こうしてひなたぼっこしながらやることにしたよ。縁に腰を下ろして子ども相手のかざりおもちゃを組んでいるのだ。 染めた鳥の毛や竹切れ銀紙などを渡して内職させ花粉に礼を出して小遣いにしてやっているらしいそれからっとどうだいうまく水が入ったかいできてたら持ってくぜあああれならうんとしやがったらもうゴムひもが足りねえくれえにねえ 手を伸ばしてすきを引き指さして見せる畳の上に水を浸したバケツがあってその周りに色とりどりの水風船が転がっていた小型のゴム風船にカンフル用のでっかい注射器で水を入れるやつゴムひもの端を指にはめてヨーヨーみてにぼちゃっぼちゃっとお手玉にして遊ぶあれだじゃあ持ってくよ。 後でしんさんが来るからよく頼んどいな毎度すまないねえどうやら今から地割りに出かけるところらしく受け取って急ぎ足に消えていったマサは23日前から例のボールペンの単価売りをしている戸棚をかき回したら二重ダースも出てきたのを無理やり押しつけたものだったところが 不思議にも観光がやった時とは違ってもりもりと売らせてもう今日一日分ぐらいしか残っていなかった丸儲けみたいなもんだがこうした腕の良さがますます相手への敵外心を燃えさせてならなかった夕暮れともなればじいちょうの大通りはネオンがともり散歩客が出てがぜん活気づいてくるその人混みにもまれながら 一定今日はどこの店から飲んでやろうかと考えている観光だったはしごになれば「知っちゃいねえ」で済むがまだ白ふのうちはどうしても入りにくい大方は義理の悪い飲み倒した店ばかりだ時折気づいて挨拶しに来る露天商に応用にあごで返しながらさまよっていくとさあ皆さん方 何でもかんでもアメリカなんて時代じゃないかのレイノルズが世界早回り機で羽田に来た時おおこれはワンダフル私の会社の製品よりナイスだナイスナイスのベリーグッドと絶賛したのがこの日本製ボールペンこれは微妙なベアリングの動きによるものですから国が違えば気圧が違う したがってインクにも影響して「米国製のボールペンは日本ではまことに使い具合が悪い」などと一気に述べ立てるマサの短歌が聞こえ始めた「なるほどこれはうめえ」思わず全部売らしてしまうのが惜しくなったぐらいの巧みさだった嫌な気持ちになって顔を合わさないように横丁に折れて「ああ」 ちょっと,休ましてくんなとのれんをくぐった焼酎ビール爆弾とたかり飲みに飲んでへべれけになって裏通りに抜け人けのまばらな宿屋街へとさまよいこんだ時だった前方に歩いてゆく腕組みした2人連れの姿に観光はぎょっとして立ち止まったその1人は見覚えのある カワジャンパーのマサ。だが女が問題なのだはっきりとはわからないが「おおあの夢にも忘れねえミーボーじゃねえだろうか」「豪華なウールの服にナイロンのハンドバッグかかとの高いハイヒールなんぞをしてアメちゃんみてえななりの女だあの腰の振りよう」 そしてうつむきかげんな歩き方見れば見るほど見えだったち、チクショたちまち酔いも覚め果てて後をふらふらと追い始めた犬だって3匹よりゃ2匹はオスその1匹は損をするものと決まっている川っぷちの暗がりでキスなんぞされて 手を握り合って別れられた時にはもう菅の瞳には熱い悲憤の涙がたぎっていた川沿いの道をブラブラと今別れた男への思いを楽しんでいるみたいな歩みの女を班長も尾行してから呼び止めたおい姉さんみみみ坊じゃねえか とふりかえった顔が闇に白くうかんで驚がくにゆがんでゆくあやっぱりみぼうひさしぶりねかんちゃんあとは声にもならぬしばしはつかれたようにむごんのままならんでいたあおめえ あの男はどんな野郎か知ってるけまずそれを聞かせてくんねえあの男ってマサさんのこと知ってるわよ星野親分の弟じゃないのさ観光は驚いたまず言葉つきががらりと変わってしまったものだやっぱりあれがもとでパンスケに身を落としたのだろうしかも マサの素性も十分承知の様子ではないか。おい、もう一度言ってみろ。あの死んだ奴が、いっててめえに何をしでかしたか考えてみろよ。その実の弟と父くりあいやがって、それでてめえはよく平気だな。よしたよ。惚れようと惚れまいとあたいの勝手でしょ弟だって何だって。 人間が違えばいいじゃない。そういえば、それまでだ。だから、奴と俺はどうも気が合わねえ。ある程度の遠慮はしてもらいてえもんだぜ。わかってるわ。あたえだってあんたの気持ちもよく知ってるわ。だから遠慮してあってるんじゃないの。え、チくしょう あら、怒らないでよあたいあんたのことも好きよ恩も感じてるわだから私のことも考えてどうかマサさんを恨まないでよマサさんは何も言わないけどなんだかあたいにはあんたがマサさんを始末しちまいそうな気がして恐ろしくてしょうがないの 何始末だってそうよあんたには思い詰めると何をしでかすかわからないところがあるわどうやらうすうすの疑惑は持っている感じまあ久しぶりだおごらせてくれここのちゃんぽんはなかなかうめえぜと吐き出すように話題を変えて 角のの料理屋の扉を押した。隣の喫茶店から水色のワルツが流れてくる向かい合って座ったまま両人は互いに胸によどむものがあってしばしは口を開くこともできなかった「天友と神女により」 まさって男は恐ろしい野郎だ毎晩きちんきちんと寮に帰りやがるからあっちの方は点でだらしねえのかと思っていればこの始末それも後になってそれも後になってカルメンの主人なんぞに尋ねてみると「死んだ兄貴の詫びがしてえ」とか言ってその評判の女の行方を調べ歩き「確か見覚えがある」とのパンスケのおゆきの言葉を頼りに 横浜まで出向いて探し出したのだそうだ一日中露天の面倒を見終わってからちょいでイチャついて帰ってくるところなんぞすごいとも盛んとも申しようのねえ超人的勢力だとただただ舌を巻くばかり観光は絶望感に身も心もやつれ果てて妄想にふけっては焼け酒をあおっていたけれど この前の晩にミーボーとちゃんぽんを食いながら話し合ったところから推察すれば決していまだに望みなきにあらず観光に対して別段悪意を抱いているわけでもなくただ政公により多く惚れているだけと思われた結局同じようなものだがここが大変デリケートなところだもしまさが何かの拍子でうせ去ったならば この世に頼れる存在とあれば俺ぐらいなものよしまた無限から無限へとばらしてやろうかとかつてミーボーが恐れたような思い詰めた気持ちになりだすのだった確かに星の親分はミーボーの敵それが刺されてしかもその犯人が観光らしいとの疑惑を持っていたとするならば のずから義理も人情も和こうものだが「人間が違えばいいじゃないの」という言葉より見ても今度の殺しはよほどの慎重を要する少なくとも彼女の先入観を覆してあまりあるだけのかっこ不動なる作為を施しておかねばならぬまさかまたしても下罪もかけられめえというのは 物取りに殺されるといった陳事が2度もじいに勃発してしかも被害者が同じ環境のそれも血を分けた兄弟とあっては札の捜査方針も一大変動をきたし近頃の風評より見て危うい立場に回らねばならぬこうなると思いやぐむばかりで一家な妙作が浮かばないかんちゃんではあった。 かかる半門と焦燥の毎日を送るうちにが然事態を好転さすに至る誠に「天遊神女」とも申すべき情報が入ってきたお親分問えらいことになったマサ兄貴が狙われだしたんだのなっ何だそれはへえ実は23日前からすごみのあるフローミてえやつが。 まさって男はいるかいなんて言ってこの辺りをうろつき始めたんですが。ほう。で、どうしたそれを帰ってきた兄貴にしんさんが告げたら、おお、そうか。そりゃあ、すがめの野郎だろう。もう二、三人いるかもしれねえが、覚悟はしてる。 まあ、聞いてくれるな、と言ってね。担当なんぞ忍ばせるようになって、あんまり表にも出なくなったそうで。そりゃ、意味ありげなかったな。まったくです。あの眉間の傷なんぞより察して、なんぞ古い因縁でもあるんでしょうね。よし、わかった。もしものことがねえように、 お前たちも十分に気を配ったろよこう答えながらももうある誘いを身に覚えて思わず武者震いさえした観光だった「よし今だ今を逃して何の決行の期があろう」とひそかに新たな殺意を抱き始めるのだった かくも悩ましき日々を送ったとはいえ星の親分の一件と俺を結んで考えておるものは実のところこの世にまさとあるいはミーがあるぐらいなものそのほかの者のにとっては想像だに及ばぬところであろうかくて腹を決めた彼はまさ同様に担当を用意し海中に飲んで出歩くようになった。 やはり浅草の寂れた古道具屋まで出向いて買った伊賀の神金道と名の入った担当だがそんなことはどうでもよいただ十分にさせて処分しやすい大きさならばよかったのだだがその古いこしらえはまことに把握の重量感を持って彼の決意を奮い起こさせること甚だしいものがあるのだった ごめんなさってよほどのことなんだろうマサはもう寮に引っ込んだまんま夕暮れを待ってちょっと露天の屋台を整理しに出る以外にはほとんど表に足を向けなくなった多分ぐれていたこともあるというから人知れぬ恨みを買った覚えがあるのだろうわざと大通りを避けて 例のやけっぱらの外れのガードの下の小道を通って人目につかないように戻ってくることは綿密に調査し尽くした観光には分かっていたそしてそれがだいたい決まった時刻であることも確かだったこれはうってつけの条件わずかに坂道を登ればあの渓流のような音を立てて汚水の流れているマンホールがある 狂気の処分には絶好のところだ今夜はどうやら一雨降りそうな天気縁起を担ぐではないが雨の日に来たやつは雨の日に去るとの言い習わしもあることずぶのれ姿で仁義を切ったマサが今晩に消えてゆくのも不思議なものだだが油断はならない頑強なやつな上に護身用の刃物を持参のはず ねえようだが背後から不意につくつもりを決めたこれは必殺の一撃でなくてはならぬまだ人を刺した記憶は生々しいから度胸は座っているあとは的確に心臓と喉をかいてとどめを立つことが肝要と考えて布団に枕を添えて直前の演習をしたりもした傘をさして表に出て まず近くの屋台で焼酎を一杯実に一口含んだだけで親父の目を盗んじゃもったいなくもその大半を地面にこぼしていった深酔いしてどちったらこっちが危ない幸いペープメントがぬれているから酒を分けても目立ちが来ねえかくて23軒はしごをやってわざと声をもつらせたりして芝居を打ち 遠いようだが時間にすればものの10分もかからねえぱったり人けが絶えてただ雨音ばかりが激しい夜道をひた歩きに歩きけさえ生えたおぶつくせえガードの影にぴたり身をすりつけてマサを待ったこの前の夜もそうだが近くのはビール会社の車用貨物船だから 夜分には渡ってゆく車両なんぞありっこないいつとはなく下駄を脱いではだしになり向かい側の口にともされた裸ランプの淡い光を頼りにじっと蛇のように待ち構える彼だったやがてトラックが1台高々たるライトに雨足を照らしてゴーっと通過していった ぎょっとしてコンクリートの壁に張り付いて身を隠しほっと一息ついた時だったわずかな足音が向かいの闇から近づいてくる気配おお政公だ慌てちゃならねえまだだまだだ必死に我が身に言い聞かせて点で手の届く距離のところを過ぎさせてから もう抜いてある担刀を口にあげて、絵をペロリとなめて滑りを止めた。そろそろと。そして次第に早く、ぴたり踏み切って、右肺に一撃。マサごめんなさっておおーん。振り向く顔が。 におおが、あっ観光だったかおおそうだつばまで入ったのを抜いてまたひとつきよろよろっと二三歩を歩んだマサがジャンパーの隠しに手を入れて何やら懸命に手探る様子。 ドンと突き倒し斜めに喉を二三度やり直すとシッと不気味に気管が漏れて端末間の呼吸に泡立った血のりが鼻や口からも滴り始めるむなしくジャンパーから放たれた手は嫁にも黒々と染まっていてブルブルッと痙攣して 砂利をかいた。街に取って返して商店のウィンドウで照らしてみると腕がわずかに血に濡れているだけだこっそり駅前の広場に回り便所の手洗いでザーザー流し再び大通りに帰って屋台をくぐり立て続けに焼酎を煽り出した「親分だいぶ酔っていい機嫌ですね」。 おうそうとも今夜は面倒のかけ年さこんなところに時計はない店の順序は覚えているからアリバイには自信があるかくて第二の犠牲者は無限から無限へと殺されていったかくて数日 署の凶悪・朗賊は気の毒なくらい組の事務所にもしばしば刑事が来てそのすがめのやつについて洗い立てたり信たちが参考人に呼ばれたりまことに緊迫した空気が漂い始めた「親子だぜひ会いたいと言って見棒がやってきましたぜ」なんだこんな時にもう少し落ち着いてからにすればいいのに。 まあ、上がらせろ。やがて、階段をきしらせて、蒼白な顔の彼女が上がってきた。その瞳は、怪しい輝きを見せて、観光を凝視し続けたままだった。まあ、座りな。おい、早く座れよ。かんちゃん、あんたとうとうマサを殺したわね。ま、 バカ博士人に聞こえるじゃねえかとんでもねえこったもうわかってるのよあんたがやったことはマサちゃんがいつもあたいに言ってたの今度カンがやるときは、きっと不意打ちを食らわすって。それに、あの人のことを狙う奴には、昔の喧嘩に絡んだ連中もあるんですって。だから、 もう長いことはないって口癖のように言っていたわあっそれじゃあそのやつらだ俺は知らねえぞそうそれではこれを見てよ手にしていたナイロンバッグを開けてハンカチーフを引き出してみせるそれは濃い紫色に染まってくしゃくしゃに汚れていた な、なんでこれは。あんたがやった証拠さ。あの人が売ってた水風船の中に、赤とブルーのインクを詰めて肌身離さず持っていたわ。ジャンパーとズボンのポケットに分けて。もし不意打ちを食らったとき、あんただったらこっちを。間違いだったら赤い方を。 念のために押し破ってからやっつけるんだってあの二色ボールンから来たヒントなのよえっうそんな黙っててよだからあの現場に行ってみたら約束どおりに砂利が血ばっかりではなく染まっていたわほらこんなふうに こう言い終わるとガバとその場に打ち伏して激しいおえつの声を上げ始めたあたにはわかるのあんたの気持ちが十分にわかるわでも考えてよあたいにはもうあの人の子どもができてるんですものその翌朝 G 駅外れの踏切の近くで一番電車に投身自殺したパンコーがあったまさの後を追ったミー,ーの悲痛な最後だったな何ややったか知らせを受けた観光はこううめくように叫んで その場に崩れたまま魂を失ったように表を上げなかった。